まあそういうで一日何杯ぐらい飲むんですか。夜飲むね。あ、本当ですか。へ、まあ最低でも3合ぐらいは飲む、焼酎でね。今は毎日どういう生活なんですか、仕事を退職してから。今ね、はい、とにかくテレビ出てから読むのは怒涛のように人が訪ねてくるんよ、アトリエの方に、うん、はい、全国から、はい、おい、どんな猿がおるんかなと思って見に来るんだろうと思うわけよ、はいはいはい、でね、変わった猿がおるなと思って見に来るんだろう。でもみんな何しに来てたんですか。悩みを聞いてほしいとかいう人もいました。あ、すごい歌。あ、それはドラッグの人もおるし、はい、アルチューの人もおるし、うんうんうん、これから。でもガダロさん、うん、かなり早い時間に掃除されてたじゃないですか、うん、もうじゃあその早朝に訪ねに来るってことですか、うん、泊まり込みで来る人もおる。あ、そうですか、うん、家出したような女の子がね、うん、ネットカフェ言うんかな、はいはいはい、ネットカフェ言うんかな、なんかそういうわしゃよう知らん世界で、うんうん、そこに泊まってガタロさん訪ねてきたりって、うん、大阪の女の子とかね、はい、引きこもりとか、うん、引きこもり歴何十年っていう人がこう壁の方から半分だけ顔を出してわしを見よるね、うん、はいはい。今でもそういう人はどうなったんですか、このお仕事を辞めて。うん、辞めてからまだ本人らに知らしてないけどやけど、はい、その一人の引きこもりの人なんか四国から来るんだけど、うん、彼なんか頻繁に来たね。あ、そうですか。わけわしゃそういう道のコンサルティングっていうんですか、うんうんうん、そういうことをする職業でもないんだけど、いつの間にかそうなってしまったんよね。ほんとある地方の人なんかでもね、うん、あの人も3遍ぐらい東京から出てきたけど、はい、自分のアルコール中毒が原因で家を家族を、うん、がバラバラになってしまったという人だね。そういう人に対してはどういう話をしてあげるんですか。まあね、とにかく聞くだけです。あ、そうなんですか。聞くんだけど、はい、やっぱりね、そこ知れぬエネルギー持ってるわけですよ。はあ、何言うのわしは思うやん、はいはい、うつ病に人にしても、うん、統合した人でもね、うん、自分の頭の中でも統一できんぐらいのエネルギーを感じるの。はあ、じゃけわしは全力で自分の思うとることはやっぱり全力で話するの、はい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 、自分の今まで通ってきた道とか、ええ、経験したことをね、はい、包み隠さず言うの、うんうん、そうせんと彼らなんだこの程度かと思われても困るからね。あ、だからわしなんかでも人を殺そう思ったこともあったよとか、うん、そういうその生々しい話もするよ、うんうんうん、テレビでは言ってないけど、うん、俺だってそうなんだよって、うんうんうん、やったよっていうような話したらもうガタロさんもそうだったんですかってこうなるわけよ。みんなじゃあそのすっきりした顔で帰っていかれるんですか。うん、いい顔で帰っていくね、みんな。あ、そうですか。おで大概の人はなんていうかね、なんか号泣する人も多いかった、はあ、でもその一人一人に対してそこまでこう真摯に向き合って話をすると、うん、ガタルさん自身もやっぱ疲れるんじゃないですか。疲れる、
あのエネルギー全部吸い取られた感じ。そうですよね、うん、そうするともう彼が帰った後にもうすぐ飲むガタロさんはアル中じゃないんですか。まあものすごい近いよね。近いですもう近いよかアル中ねいやあのあれ実際に男子会、はい、もうあのアルコール依存の人が僕のところに東京に訪ねてから訪ねてきた人がね、うん、男子会に入ってください言って、はい、カタログ持ってきた広島にはこういう男子会が今彼リードしてる男子会の。そうなんですか。おだからよかったなお前そこまで出世したんかって、ああ男子会のリーダーになったの。最初はそうじゃなかったのよ、はいはいはい、3年目ぐらいに僕こういうことの リーダーになってるんですよ。およかったねって言ってガタログ、家族との接触もの機会もこれでできてくると思うんですよ。ああよかったなって。これ入ったんですか男子会に。いや入ってはないんだけど酒はじゃあガタロさんは辞めれてないんですか。辞めれねえ。あ、それでだから今毎日どういう生活なんですか。だからあの今思うとのはちょっと辞め方が悪かったんでね、はい、僕は僕的にはもう静かに辞めたかったんだけど、うん、突然交通事故に遭うようなわけのわからんことを言う人間が出てきたんで、でまあそれが引き金になって、うん、そしてあもう年齢的にも70じゃし、うん、1年ぐらい前からちょっと体が偉さがちょっと取れないなと、うんうんうん、はい、いうことはずっと思ってたんで、はい、これはわしのことをボロカス言った人が後押ししてくれたんだよ、うん、あやめろと、うんうん、あの神さんが太郎いう人間はその優柔不断だから自分から言い出せんだろうからちょっと強いやつに送り込んで、はい、でガタロウやめもう潮時だよって言って、でそれにあの素直にし受けただけなんです。だけどその後の生活はねじゃけねあの静かに生きたい。あそうですか、うん、もう串野さんのこれまでの関わりがあるけど串野さんは受けるけど、うん、まあ静かにその生産的なことには一切関わらず、うんうんうん、うん生産性のあるようなことには一切関わらず知らん顔して通りたい、うんうんうん、やっぱり何らかの活動なり行動を起こせばね、うん、そんだけゴミが増える。ああ、うん、はい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 、はい、うん、今後のなんか目標とかあるんですか。やりたいことみたいなの、ね、やりたいことやりたいことね、やりたいことはその、まず自己を見つめるっていうことね、はい、うん、で内観っていうんだけどこれをね、はい、うん、徹底的にもう一回自己を自分がやってきた掃除のように、うん、ドロドロしたものを相当ほこりかぶってるから40年間もね、うん、それでそういうもののまずそういうとこで生きた自分をもう一回、うん、静かにボケーっと生きたい。あボケーっと生きたい。非生産的なことに生産的なことはしたくない。あ絵はどうするんですかこれから。絵はね、うん、本音言う絵はもうやめる。はいはいはい、うん、だって今まで労働の生産点で書いてたわけですよ。そうですね、うんうん、労働した後につまりね普通の一般の人と生産想像のスタイルは普通の人と変わらんわけ僕は、うん、一般の生活人と、うん、つまり
家帰って仕事終わって家帰って風呂入って一杯飲むって、うん、そういうノリでずっと絵を描いてきたんだ、はいはいはい、だからこれからはそれがなくなっちゃったわけや。そうですね、うんうん、掃除屋っていうのは生産的な仕事でなくて、うん、後片付けだからね、はい、まあ言うてみりゃ、うん、そこが今の社会なんかとか見えてないと思う、うんうん、そこが大問題だとわしは思う、うん、まあわしはむしろ楠野さんの話とから考えを聞きたいぐらい、あやっぱりでも本当に静かにね、はい、毎日お祈りするような生活を送りたい。あ絵はじゃあ描かない可能性もあるんですか。だって自分の想像の労働の生産点で書いてるっていうものを奪われたっていうか、うん、失ったわけだからまあそういう時期だったんだから、うん、これからはその生産性のないところで自分がボケーっとしとる中で、うん年寄りのなんていうか手慰めみたいなんでね、はい、何がしかのものそれは作品とかいうもんじゃなしに、うん、そういうものを積み上げていきたいと思って、あ、うん、一時期革を描いたりとか、奥さんの寝顔を描いたりしてたじゃないですかじゃあそういう作品が今後は出てくる可能性もあるってことですかね。楠野さんいいヒント与えてくれた、うん、女房も同じように年取ってきたからね、ええ、う仕事以外の時はしょっちゅう寝てるんです。あそうですか。だからねやっぱりそんだけ疲れてるんだろうと思うから、具体的に言うたら愛妻菓子みたいなの作りたいね。あ愛妻菓子、はいはいはい、女房が寝てるとこだけ、うん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 、ご苦労さんっていうかね、あそれは書けると思うね、はいはいはい、私が動いてても女房寝とるんだから、うん、うん、なんかこれマジなんか口の、はい、さんにギョウ思った申し訳ない。なんかのマジ芸術家いうことはあんまり好きじゃないんよ。あそうなんですか。どっちか言ったら芸人、うんうん、芸人って芸術家っていうのは実体がない、はい、実存的なものがない、うん、だけど芸人いうのは自分の体をさらしてるでしょ、うんうんうん、ね、はい、だから実体がある、はい、もっと言えばね生き様、はい、生き方、うん、がの中の物語っていうかね。あ